卒業した後の人たちが、どうこう安心して農業の世界で活躍できるかっていうのは。マイファーム全体の仕事として、めちゃめちゃ考えてる。そうですね。うん、なんか入ってくる人たちって、農業のこれやりたいですみたいな人って、あんまりなくて。そうですね。うん、なんか、ぼやっとこういうところに興味がありますとか。うん、こういう人たちって、どういうことを思ってるんだろうとかって言って、そういうニュアンスで入ってきて。そうですね。この一年の中で、しっかりと、まあ、農業で言うと。 あの成長の時期を迎えて卒業の時に私こうしたいみたいなんかそういう感じだよね多いですねはいなんか入ってくるタイミングから私は確実にわさびが作りたくて植物工場ですみたいな人い,い,、ね、いないですねいないですねむしろ入ってきた時の、まあ、いわゆる思いと、うん、卒業した時の思いって結構変わってることが多いので最初はとにかく飛び込んでみようと。 うん、いう方がいいんじゃないかなと思います、ね。そうだよね。やっぱ、その一歩踏み出す勇気をさ、その。アグリイノベーション大学校として、まあ、どう提供するのかっていうことこでいくとさ。その、まあ、僕とかさ、石原くんがさ、あのおいでよって言ってあげないといけないじゃん。あ、なるほど。おいでよ。<laughs> いやいやいや。な、な、全然可愛くない。い <laughs> 全然。僕。<laughs> おいでよって言ってあげないといけないからさそ,、ね、その裏にはなんか卒業してもきちんと僕たちが、まあ、面倒を見るじゃないけれどもきちんとそばで伴走するからっていうことを言わないといけないから僕会社ではすごいその卒業した後の人たちがどう,こう安心して農業の世界で活躍できるかっていうのはうマイファーム全体の仕事としてめちゃめちゃ考えてる。そうですね だから例えば農地が見つかりませんっていうことであれば農地を探せるサイトを作んなきゃとかなんか作る野菜が決まりませんっていう時には契約栽培先を探すような仕組みを作んないといけないだとか自分の野菜を PR してみたいっていった時に通販を用意しておかなければいけないとかっていうそうするとさうちの会社って持参証ができる社会を作るっていうことでより多くの人に土をこう うん、触れてもらう機会を増やすっていうふうにやってきたところから、はい、どんどん事業が成長して今ってマイファーム全体で言うとその学校を基軸として農業界に羽ばたく人たちをどう支えるプラットフォームを作れるのかっていうのが、まあ、僕のこう今のミッションにはなってるん、ねで,ねまあ、ですよね。ですね。うーん